小川雅子は、日本の医師、主記、小島の春で知られる。1932年、希望して、長島愛生園に勤務、三田健介の指導を受ける。ハンセン病在宅患者の収容に赴き、その状況を、小島の春に表した。同書は、その文学的価値が高く評価されて映画化し、小島の春現象を生んだが、一方で、ハンセン病に対する偏見を強化し、 村井県運動に加担したとする批判もある。小川雅子の墓と、雅子の同級生により、昭和19年に混流された火碑。山梨県笛吹市カスガイ町区跡の仏念寺。2011年12月撮影。山梨県東山梨郡カスガ村に生まれる。1918年甲府高等女学校卒業。1920年登園にあたる被害先造と結婚。 1923年に離婚。1924年東京女子医学専門学校に入学。1929年卒業時全商病院院長、三田健介を訪問。就職を希望するが採用されなかった。東京市立大久保病院に勤務。内科、細菌学を研究。1930年産育会砂町診療所勤務。 1931年泉橋時計病院勤務。開業。1932年6月12日。長島愛生園に行き。医務職宅として採用される。1934年以下。しばしば検診に行く。三田たより検診の記録を残すように進められる。1936年検診が続く。1937年初夏。結核を発病。 島で療養生活に入る。1938年肺疾患のために、郷里にて静養する。11月、小島の春あるジョイの手記を、長崎書店により出版する。1940年、小島の春が映画化される。1941年、自主退職。1943年4月29日、肺結核のため41歳で死去。 1948年長島愛生園に、加比根流。1984年東山梨郡かす町、名誉町民。1991年道町に、小川雅子記念館開館。1934年8月末、小川雅子は三田園長から、高知県に、患者収容に行くことを命じられた。一行は、山田正樹、青山看護長と小川雅子である。 何章を越え、人が集まるところでは、公園や映写も行う旅で、また相当な平地において、未収容の来患者を診察する経験を記した手記で、ある。この山中二十年、二十年と闇住めば、男と家どもどうして、山を下れよう。ましてや家には、純朴な、一徹な無知善良な肉親と周囲があって、伝染ということさえ知らずに、同じ路を囲んで朝夕。そして悲劇は、 何時の日までも果てしなく続けられてゆく。母に寄り添って立っていた11歳という女の子、的、ま、と,とない愛くるしい顔、背中の二千動課題の痛みのない赤い部分、白い跡は、お出きの跡と母親は言うのだが、水泡を疑うのは非か。七つの子を怪しつつ、微不可しいと思うところをつついてみると痛くない。病人の他に二人とも異常があることになった。私は言い出す術を知らなかった。 強いて微笑んでは来たけれど、すべてが手遅れであった。土佐の秋、再び土佐へ、小島の春、国境の雲、阿波公園旅行の歌、無名変路の墓、寂しき、不母名文に加えて、心を打つ短歌が多く添えられていることも特徴であった。記録を書くように命じたのは、三田健介であるが、彼の努力は最初はうまくいかなかったので医師内田守に任せた。 内田守るは、内田守人というペンネームを持つ、水亀の歌人でのちに、赤紙海人の白病を出版させた人であったから、小川への勧めも強引だったろう。自費出版には300円必要であったが、内田は小川を説得して100円出させ、内田は一曲などで200円を工面した。三田は出さなかった。長崎二郎書店に頼んだが、書店も勝負とみて、 各方面に送ったのが当たったという、当時の風潮もあり、映画化され絶賛の嵐であった。大科学者でもあり、文学者でもある、木下木太郎、医師としては、大玉さんは、小島の春の文学的価値に限って高く評価した。あれだけ感動させる力のあるのは、事実の描写というものの他に、作者のシンセ力と文学的素養があるからで、 特殊性という不可物なしにも本当の文学だと思う。もう一つは、女系が素晴らしい。しかし映画を見てから、大根絶の最良作はその科学療法にあると批判した。小川雅子と愛生園には彼女に対する賞賛の言葉が多数の人より寄せられている。三田健介、吉岡弥生、長崎二郎、土井万水、土井彩、小林秀夫、夏川静江、 高野六郎、田尻勇、林文雄、立川昇、内田森と、内田文江、宮川良、上尾昇、桑野幸、山田清派、明石海人、二見広造、松村義幸が書かれている。この本の編集者、長千吉美は、愛生園で勤務した、内海で、宮古南聖園で勤務したこともある。荒井英子は、ハンセン病とキリスト教という著書の中で、 小島の春現象という言葉を造語したと述べている。政子はわずか6年ばかり献身、収容に従事しただけである。どうして政子だけが偶像化され、美化されたのであろうか。半世紀以上医療に従事した女医もいるのにもである。小川自身も性意扱いをされるのに嫌悪を示した。安倍友次は多くの人の心の中に次第に軍国主義化し、非人間的になっていく時流に、 抵抗の念があったのだろうと述べている。小川の行為を皇軍の勇士に例えている人もいる。ヒューマニズムを前面に出し、十五を守る、女の模範を示すということで、一大ブームをなった。前に記した、荒井栄子は、その著書の第二章第三章と多くのページを使って、小川雅子について記述している。離婚した後医学校に入学したことも、単なる良才健保主義でない。 家庭を飛び出した新しい女という考えを示している。小川はそれを突き進んで無教会主義のキリスト者となったというのである。また、リデ,デルとの関連も記載している。新井は小川の中にある教会のキリスト教に対する一種の距離感、批判のようなものがあったと晩年の歌に読み取れると書いている。小川雅子に対する批判はもちろんある。小島の春において、 来は、一様に強力な伝染病のように書かれて、小川自身科学者としての良心が痛まないかと思われるほどである。三田の影響のもと、妊娠、分娩による負担から、女性の病状が極端に悪化することが多いという結論を導いている。荒井栄子は啓蒙活動をしている。小川雅子が、来患者の男子を正当化しているのは矛盾であると批判している。泉純は、 小川は彼女自身が実体験した事柄について、絶対隔離政策という国策の矛盾に気づく機会は十分にあると論じている。また、男子、打体に、小川が関わったことは確認はないが、療養所の遺憾であったなら知っているはずだとも泉は言う。また小川が、結核療養に使った家屋が、ハンセン病療養所より高級なものだったことを批判している。ありがとうございます。